フェデラルホールは、アメリカ合衆国ニューヨークシュマンハッタン区、フィナンシャルディストリクトのウォール街26番地、アメリカ合衆国議会旧議事堂の敷地に立つ記念館である。連邦公会堂と訳されることもある。アメリカ合衆国議会議事堂として利用されていた、建物は1812年に解体されており、現在の建物は1842年に再現して、 建てられた合衆国税関の建造物である。アメリカ合衆国成立期の非常に重要な歴史と関わる場所であり、現在は国定記念館として有名な観光名所となっている。1789年4月30日のフェデラルホールにおけるワシントン大統領就任式を描いた EN ・エーモス・ドゥーリトルによるハンガーフェデラルホール。 シート・オブ・コングレス元は1700年に2代目のニューヨーク市庁舎として建設された。アメリカ独立戦争の後、1785年から1789年まで、この市庁舎は連合規約の下合衆国連合会議の議事堂として使用された。1788年には連邦様式の建物に改築された。1789年に、 アメリカ合衆国憲法の下にニューヨーク市が最初のアメリカ合衆国の首都となり、この建物はアメリカ合衆国議会最初の議事堂となった。1789年3月4日、第1回合衆国議会がこの議事堂で開催され、権利商店が採択される。この時、この建物はフェデラルホールと解消された。また、この議会でジョージ・ワシントンが 初代アメリカ合衆国大統領に選出され、1789年4月30日に、この建物のバルコニーで、就任演説を行った。また、この建物には、初代の合衆国最高裁判所が置かれた。1790年に首都がフィラデルフィアに移動した、ことにより、再び、ニューヨーク市庁舎として利用された。1812年に、ニューヨーク市庁舎は、 現在のシティホールパークの位置へ移転し、この旧市庁舎は取り壊された。現在の建物は初代の合衆国税関として1842年に建てられた。これはニューヨークの古典様式の重要な現存建築物となっている。1862年に税関は55ウォールストリートへ移転し、この建物は合衆国資金庫として、 地下に金や銀を保管する建物として利用されるようになった。1920年に連邦準備銀行が資金庫制を変更するまで、この建物は資金庫として利用された。この建物はフェデラルホール国定史跡として1939年5月26日に、国定記念建造物として1955年8月11日に、 国家歴史登録財として1966年10月15日に登録された。1965年12月21日にはニューヨーク市歴史建造物に登録された。 h t t p w w w n e i g h b o r h o d p r e s e r v a t i o n c e n t e r o r g s l a <集の>、ね、s h d b s l a <ー> s h p p files federal hall original pdf ありがとうございます。